日本人の顔を大別する際に用いられることが多い縄文顔と弥生顔。一般的には縄文顔は二重まぶたで毛が濃いなどの特徴、弥生顔は一重まぶたで毛が薄いなどの特徴が挙げられています。写真はマレーシア人の女性がネット上にアップしたもので、縄文系と弥生系それぞれの特色を持つ方が4人ずつ紹介されており、同じ民族でありながらはっきり系統が分かれる顔立ちが存在していることがマレーシアの方々に大きな驚きを与えています。コメント欄には様々な意見がありましたので、その一部をご紹介します。